この技術は電波をより活かす技術といいますか、自分好みに電波がどんどん有効利用できるというようなところを目指しているということです。 ワイヤレスシステム研究室の松村武史と申します。電波エミュレーターというものを研究開発しております。今世の中でその無線のシステムが非常に数多くの機器で使うようになっておりまして、それが非常に複雑になってきているという状況がございます。一般の利用者がその電波のことをそんなに詳しく分からなくてもですね、そこそこ動いてくれるっていうものを作るときに非常に複雑な環境になっていると、意図しないところで干渉が起きたりとか、そういったことが発生するケースが当然出てくるというところで、それを解決する技術っていうものをいろいろ開発しております。ただですね、実際に開発したものが実用性が高いかどうかとか、本当にできるのかといったところを検証するには、フィールドに持って行って同じ環境を作って検証する必要があるんですが、そこに非常に時間とお金がかかります。でそれを高速化短縮化するというところで、電波を模擬するエミュレートするシステムを持ってくると、仮想環境上で同じような検証ができるというところを狙った技術になっております。今回のこのプロジェクトはですね、実用性というものをきちんと見据えて研究開発を進めています。で例えばその可視化って話になりますと、オフィスにシステムを導入したい、スマートオフィスですね、あるいは工場でどうやって電波を使っていくか、スマート工場、そういったものもございますし、ITS 系自動運転系の話であったり、それからドローンロボット、それから IoT、スマートメーターとかですね、そういったところで使われるような、そういった感じでですね、さまざまなシステムを実証していくということがテーマになってくるかと思っております。で将来的にはですね、ユーザーを広く募りまして、そういった方々がある程度自由にアクセスできるようにして、オープン化ということを目指していくというものになっております。今までも十分電波って利用されてますし、自分にとってもうなくてはならない存在になっていると思います。ただですね、通信速度が上がらない環境とか人がいっぱいいると なんか遅いなとかですね、そういったところをより人がたくさんいてもその電波の環境がそう悪くならないようにするとか、効率的に使うといったところでこの技術が役に立ってくるのではないかなというところで、無線環境をより充実させていくというようなところを狙っていきたいというふうに考えています。